やります。あなた方がここまで戦えるとはちょっと意外でしたよ。もし私が体を癒している最中でなければもう少し楽に殺して差し上げたのに。仕方ありませんね。さあもう終わりにしましょう。悲しいな、悲しい。あなたたちともこれでお別れかと思うと悲しくって仕方がありません。これでも食らえ。魔漢光殺法みたいな。あひゃ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 。もうわしず岩尾じゃん、もうこれ。あひゃひゃ言うたら、それはわしずだわ、もう。えひひひ。未来永劫、茨の中で、もだえ苦しむがいい。うん。なぜだ、なぜ聞かない。お前は一体。面倒だが、どうやら全力を出さねばならないようだな。もしかして、もう第二形態これ。こんな、早かったっけこんなに、ドルマゲス。ああ、なんか懐かしい。いやー。あひゃひゃひゃ。この虫けらどもめ、二度とうろちょろできないようバラバラに引き裂いてくれるわ。はい。ってことなんで、これ、第二形態。ですね。うん。分身しないよな。こいつは分身しないよな。ああ。もちろん、ステータスっていうか、消耗は、さっきの引き継ぎだからね。うん。まずは、ピオリム貼っていこう。ピオリム貼りまして、まあ、分身はしてこない。うん、絶対してこない。なんだろう、このサイズ感ね。うん。サイズ感から憶測する、分身してくるか、来ないか。うん。エテはどうしよう、回復だな。ベホイミをククール。ククールはスクルト。で、ヤンガス、攻撃、貯めるするか。貯めてみる。貯めよう。うん。第一形態ドロマゲスは、状態異常とか、いて派とかをしてきたから、貯めるはしなかったんだけど、マヒャドー。ってことは、あ、おたけびある。あ、ダメだな、貯めるなし。貯めるなしね。魔法カンタだな、じゃあ。ピオリム貼った。で、今、ヤンガス5件から、魔法カンタ。魔法カンタの仕様ってどういう感じなんだろう。一回きりかな。なんか、シリーズによってはなんか、まちまちだよね、魔法カンタのルールってのが。一回跳ね返して終わりとか、の継続とか。この多分、8の仕様だと自分にしかもかけられないみたい。うん。モンスターズとかだったら、いろんな違うやつにかけたり、できなかったっけ？なんかできたような気がするんだけどな。まあ、自分に魔法カンタして、ククールこけちゃってるから、
回復を、ジェシカ、いや、自分回復。あ、動ける？いや、動けない。と見ておいた方がいい。こけてるもんだって。攻撃。動けんのかーい。うん。おたけび。おーじゃ、ナイスナイス。ちょっとククールも、カンタしよう。うん。跳ね返す。うん。跳ね返しました。バイキルト。バイキルト、ヤンガス。ベホイミをククール。で、魔法カンタ。攻撃。うん。忘れてた。忘れてしまった。そうだ。そうだ。そうだ。回復ダメじゃん。できない。あ、やべえ。これし。あ。ちょっと待て。自分に使えばいい。うん、バイキルト打ったし。ピオリム大丈夫。メラミ。メラミ。で、エテは、ジェシカ。あ、ちょっと待て。これやっちまったか、これ。ちょっと、ベホイミ、ヤンガス。で、ベホイマを自分。ククール。で、攻撃。跳ね返った呪文は自分に行くから、大丈夫だよね、これで。おー、オッケー。よし。やばい、ゼシカ回復できんくなっちゃった。しまった。いやー、痛いな。メラミ。自分回復。こっちだなー。スクルトしといた方がいいかな。魔法カンタ、ちょっと、あれだな。ちゃんと、あれ、理解しとかなかった。まずかったな、ほんと。ちょっと考えよう。使いどころ難しいね、そう考えると。魔法トーンは多分あれだしな。機関だろうし。スクルトやるか。スクルトはどうなの？逆に。どうなんだろう。なるほどね。まあ、自分に対しては、まあ、大丈夫だけど、ジェシカ分のスクルトが自分に張り返ってきてるってことか。はい。オッケー。理解しました。何それ。いや、いったー。やべー。やばいー。ちょ、ゼシカの魔法カンタいつ切れるのこれ。死ぬんだけど、このままじゃ。割と真面目に、やばいのだけれども。こうするしかないよな。
魔法カンタはククールだけだな、使っていいのは。あぶねえ。大丈夫。よし。2回分ね。あ、ちょっと待って。モンスター呼びできんじゃないの？あ、いけ。そりゃそうだよね。1回戦闘終わったもんね。うん。もう仕留めちゃってくれていいぜ。うん。もうやっちゃってくれよ、アポロン。アポロン先生、やっちゃってくれよ、もう。攻撃。あ、いいね。はやぶさいいよ。うん。もう、アポロンの火力が、誰よりもいいっていうね。メインメンバーよりも上っていうね。バイキルト、おー、ナイスだ。それはいい、いい判断。それナイス判断。けど次帰っちゃうんじゃねえ説があるけど。もう一旦いける？だよね。うん。バイキ押せえよ。バイキ押せえよ。死ね、団吉。まずは、どうするか。防御した方がいいかな、これ。魔法カンタいつ切れるんだよ、これ。これいつ切れるんだよ、魔法カンタ、マジで。道具。薬草。確か。自分回復した方がいいな。うん。攻撃。もしかして魔法カンタは切れないのか？一回張ってしまうと。そんなバカな。うん。そんな万能呪文、あってたまるか。うん。そりゃないわ。やばし。ベホマラ打っても帰ってきちゃうしな。まずい。メラミ。まあ、一応、延命はする。呪文。ベホマラ。ここは一回撃つべき。で、来い。あ、ナイス！よかった！ナイスタイミング！ナイスタイミング！うん。いいね。ちゃんと切れるんだ。いてはおせえ。バカか。まあまあ、とりあえずこれで一回リセットされたから、ゼシカに魔法カンタ貼るのは、禁止ね。うん。で、まずはピオリム貼って、自分にベホマ得て、で、切れたからスクルト。で、攻撃。はい。スクルト。マヒャードは先魔法カンタの方が良かったかな。ククールは魔法カンタしてもいいから。マラ打たなきゃな、これ、次。マラ打とう。バイキルト。
ギャンガス。マラーウツから、回復はいい。MP やばいな。攻撃。ベホマナ。攻撃。ちょ、待って待って待って、MP 持つかこれ。やばくなってきたぞ。いてはぁ。マヒャーどう？へぇ。ピオリもいるか？いる。デホイミ作ると、作るといらん。ホイキ、簡単。攻撃。作るとやめたら攻撃してきようか。こけている。いや、まずは MP が足りん。こまめにベホイミ使っていくか。そうするしかないよな。おたけび。何やってんの？何やってんの？跳ね返す。ベホマを得て、ちょ、聞くな。おし、で、マヒャーどう？ゼシカ回復。ゼシカ、メラミ行こう。メラミ。で、ベホイミをゼシカ、呪文、ベホイミをヤンガスからの攻撃。やっぱバイキないと弱いな。火力が出ない。で、しかし、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえよ。これはベホマだな。うん。MP もったいない。攻撃。攻撃。マジ、そろそろ、そろそろ、お願いします。まだ。いやー、それ痛いんだよ。それ痛いからやめて。マヒャドにしてくれ。いてはぁ。やばいなぁ。やばいなぁ。
やばい。いやー、ばらけた。レホイミもう、あれだよ。エテ打てんからね。エテはベホイミ打てない。もう MP がない。あと 19! ちょ、落ちてくれ!頼む!死んでくれ!それはやめろ、痛いから。ああ、ああ、攻撃。よっしゃー、勝った。あ、むせる。息が苦しい。ちょ、すいません。ちょ、まだ風邪が治ってないから。31。ログポイント。カメラつけまーす。ククールは、ククールはね、剣だね。うん。剣。いくぜー。はい。いきまーす。はい。2番。2番。弓。まあ今装備してるし、ちょうどいい。あっちゃ。妖精の矢。以上か。まだ他に誰かレベル上がるかなと思って。カメラつけたままにしてたけど。ぐわぐわ。いやー。まだ足りぬ。こんなところで朽ち果てるわけには。石像、石像、動く石像になった。石像です。惜しい。やったでガスよ、兄貴。あっしたちはついにロルマゲスの野郎を倒したでガスよ。思えば長い旅路だったでガスな。きっと今頃はおっさんと馬姫様も呪いが解けて喜んでることでしょうよ。さてと、俺はこれで修道院長の仇を撃てたわけだし、晴れて十色見ってことかな。ぜしかも嬉しいだろう。どうだ、兄の仇を撃った感想は。なんだよ、どうしたんだ、浮かない顔して。あいつは倒したところで兄、兄さんは生き返らないのよ。所詮仇討ちなんて。まあね、うん。敵討ちなんて、あれだよって、その、なんか誰か言ってたよね。なんかクラピカに対してなんか、やめとけ!あ、そう、クラピカの師匠がさ、やめておけ!やめておけ!って言ってたよね。全然覚えてねえわ。おっさんでげすよ。ついに人間の姿に戻ったでげすな。戻ってないやんけあれ、おっさん、呪いが解けたはずじゃ。何を言っとるんじゃ、お前は。冗談は顔だけにしといてくれんか。冗談ではなく、俺たちはドルマゲスを倒したんだ。奴が死ねばあんたや、姫様の呪いも解けるって。奴を倒したんだと、バカだ。ならば、なぜわしの呪いが解けん。
なぜじゃ、なぜ呪いが解け。元はといえば、八つ目が我が城の秘宝の杖を盗み出し、それを振り回したせいで、おお、そうじゃった。杖じゃ。杖はどうなった?杖ってこれのことかな?おお、それじゃ。その杖じゃ。おさ、そろそろここを出るでがすよ。そうじゃな。こんなところで考えておっても、拉致があかん、あかぬわ。ここはひとまずサザンビークへ戻るとしようかの。うん。サザンピークに戻って、あ、自動で戻ってきましたね。みんなよくやってくれたわい。が、今後のことを考えると頭が痛いの。まあ今日くらいはゆっくり休んでくれ。わしは姫のことが気になるゆえ、馬車で過ごすとするぞい。それじゃあまた明日の。出て行けよ、化け物。入ってくんだ、町に。石ぶつけっぞ。石を。石ぶつけっぞ。でがすよ、兄貴。ゼシカがいねえでげす。朝起きたらベッドはもぬけの殻で、荷物も見当たらねえんでげすよ。うん。はい。とりあえず、ドルマゲス、討伐完了!イェーイ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 !まあ、なわけなんですが、どうやらゼシカがいなくなってしまったようです。はい。まあ、察しのいい方はね、もう気づいてるとは思いますが、ゼシカがね、最後、杖を持ったまま、なんか、ちょっとワンシーンありましたが、まあ、それは、次回のお楽しみということにしておきましょうか。うん。ま、とりあえず一回、ゼシカ探しに行きましょうか。うん。外出たらイベントあんのかな?ちょっと1時間経ったからさ、区切りたいんだけど。一回ここで区切るか。うん。はい、では、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。